ナリーグドジャース8、6ダイヤモンドバックス、2024年8月31日フェニックス。ドジャースは8月31日、日本時間9月1日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に勝利。大谷翔平投手、30、ムーキー・ベッツ内野手、31、フレディ・フリーマン内野手、34、が初回に3者連続アーチを放つなど、16安打8点で乱打戦を制した。 試合後、デーブ・ロバーツ監督は、両チームとも気迫のこもった戦いだった。選手たちは我々のためにできる限りのことをやってくれた。攻撃は大きなヒットがたくさんあった、と両軍ナインをねぎらい、活発だった打線に目を細めた。初回の大谷、ベッツ、フリーマンの3連発には、調子よく、気分よく、3打席連続ホームランを打った、としつつも、だが、その後が良くなかった、 とと直後に4点をを返されたことを指摘それでもリードを許しながらもやめずに戦い続けた。今夜は得点を挙げる必要があると分かっていた、と粘った打線をねぎらった。同点の9回には西2,3塁からエドマンが中前に2点だ。これが決勝だとなり、チームは勝利。指揮官は彼は高い洞察力、高い IQ を持った選手だ。 低めのスプリットを打った大きなヒットだった、と変化球にうまくバットを合わせた主君だを称えた。チームは同地区にダイヤモンドバックスに4ゲーム差に迫られて迎えた首位攻防戦で2連勝。ゲーム差を6に広げ、全体的に見れば、我々が競争し、勝っている。見ていて楽しい、とうなずいた。